はい。では、これからここに掲げておりますテーマをお話ししたいと思います。私、平木本明と申します。どうぞよろしくお願いします。では、まずパート1の方からご説明いたします。パート1は、大学における特許発掘から、AI クロスマップを着想したんですけども、それについてのお話をさせてください。で、のっけからこういう、写真が出てきてますが、これは私が、以前に佐渡島の金山に行った時の状況を写真に撮ったものです。大学における特許発掘の苦労っていうのは、まさにこういう状況にあるものを言います。何なのっていうことなんですけども、実は、大学は論文を書くことが本文でありますから、論文という知的財産はたくさん出るんですが、実はその中で特許として出願されるものは極めて少ないという事実があります。ということで、大学で特許を見つける、特許を発掘するっていうんですけども、これ相当難しいわけです。まあ、このように、地下の坑道に入って、どこがどうなってるのか全くわからない手探りのような状態で特許を発掘しないといけないっていうのが現状なんですね。それをちょっと定量的にお話ししたいと思います。大学で論文と特許と一体どれぐらい出ているんだろうということですね。ここには、まあ、日本を代表する総合大学として東大、京大、阪大を出してます。東大、ここに書かれてますように、年間理系論文が3万3000件出ます。が、特許出願の数は1%程度の360件しか出ません。京都大学も大阪大学もしかりです。ということは何を意味しているか。大学は論文はたくさんあります。ただし、特許出願が1%程度なんです。100対1なんです。ということは、特許を発掘するためには何をしないといけないか。まず論文を知らないといけないです。論文がどの分野で出ているのか。で、その中から対応する特許はどんなものが出るのかっていうことを次に考えないといけない。でないと、大学において特許発掘はできないということですね。で、これが非常に難しいわけです。100対1ですから、99個は論文なわけですね。で、論文はまあ、最先端のことをやっておられる先生方多いので、かなり高度。その中で、まあ、自分の知ってる分野は大体分かりますけども、他の分野までカバーするとなると大変なわけです。はい。で、まあ、そこでですね、まあ、私が、まあ、神戸大学在籍時代に、もう強く強く思ったのは、大学の論文の地図を描くことはできないだろうかっていうことです。大学の論文の地図さえ描ければ、で、その論文の地図が特許と関連付けられるような地図を描くことができれば、これはこの佐渡島のような状態ではなくて、計画的に戦略的に進めることができる。なんとかできないかっていうので、今日お話します AI クロスマップというのを着想したわけです。二次元のクロスマップです。まあ、ものすごく複雑なクロスマップ、100×100 のマトリックスで書いたようなものもあるんですが、まあ、最初はご理解いただきたいように、これ 30×30 で、かなりシンプルにしてます。これどういうものかって言いますと、大阪大学の情報工学の分野の、論文を集めまして、それを X 軸は、論文分類。Y 軸の方は特許分類に分解して、それぞれ論文の数を、座標点の大きさ、直径の大きさに焼き直しています。で、なおかつ、発
光年を若い順に、赤色、要するにヒートマップですね、赤、黄、緑、青の順番でこう表示をしていますっていうものです。これが、2次元の AI クロスマップですね。こちら側は、もうすでに JST の方が決めた分類です。でこちらは論文についてコンピューターが仮に、特許出願するとすればどこになるんですかというのを決めたものです。はい、で情報工学なので、実は情報工学論文分類は頭がなぜか J になってます。ここ見ていただくとこれ J ですね。ただし複合的なものも OK しましたので、例えば情報工学の中、その情報工学の中でもこれってやっぱりロボットに関係するよねっていうのはこの辺で、システム制御系とか人間機械系とかこの辺にこうポツッと打たれます。それから、特許では、特許の論文、特許の情報工学の分類っていうのは G の 06F からずっといって N、T、G、それから09の B とか09の C、このあたりが、情報工学の分類になりますけれども、それ以外にもやっぱり、複数許容してますので、座標点が出てくるということになるわけです。まあ、これ見ますとですね、このあたりが学問的な情報工学、このあたりが特許的な情報工学、すなわち、ここに赤い点線で囲っているところ、これは、まあ、私が勝手に名前付けたの。ここは情報学本陣、まあ、情報学のその本丸のようなところですね。まさにこれは、情報工学の本丸。で、その外側にあるのは出城ですよね。情報工学のものもあるんだけども、でも複合的な論文が出てるっていうのが、このあたりに出てるわけです。はい、でこれ見てわかるっていうことですね。で、これまあ 30×30 のグリッドでまあ簡単に書いてます。それを3次元で書くと、こういうふうになります。パッと見てなんかわかりますよね。これとこれ違うよねってわかりますよね。高さ全然違うじゃない。この辺のものは下にずっとこう沈んでるんですけども、こことここだけポコポコっとこう浮き上がってきてますね。これが3次元で書く意味なんです。これ2次元で書くと、この赤い点線で囲ってるから、あ、これが本陣でこれ外側だなって分かるんですけど、これ赤い点線で囲ってないと、もちろん平面的なもんですから、何が違うんだろうってことになるんですけど、3次元で書くと、同じ情報学の分野でも、分野が違うとこういうふうに層が分かれるんですね。さらに分離されるっていう、そんなイメージですね。まあ、比重が違うとこう分かれるような、そんなイメージになるわけです。したがって、情報学本陣に関するものはこの辺に集中してます。それなぜかっていうと、この Z 軸の情報学っていうのが下にあるんですね。で、上の方にポコッと浮き上がってくる、これが、これロボットです。ロボット工学です。ロボット工学は可変比で上の方にあります。ですから浮き上がってきます。で、ちょうど中間にあるのがこれですね。これ通信工学で、ロボット工学はやや下にあります。というので、これが一発で分かるということですね。はい。まず、情報学本陣、知能情報学っていうんですけども、可変比では。それがここの平面内にあります。それから、はい。通信関係、ロボット関係、複合的な論文が上に浮き上がってくる。っていうことで、一発で分かるんですね、特徴が。では、そのクロスマップを使って、例えば産学連携をしたい。どういう企業と大学が産学連携をすべきなのかっていうのを、これから、実例で、ご説明したいと思います。探索事例ですね。で、まずは何を題材にするかということで考えたんですけども、前半部分がまあ情報工学でした。まあ、情報工学はソフトウェア、要するに実体を伴わないものなんですが、ものすごく今発展してます。
で、それと対比させるために、ドローンを選びました。なぜか。実はアルカノという、新製品によって今、こういうことを企ててます。企業初の特許。これ、いっぱいあります。大学初の論文と同じくらいいっぱいあります。それに、論文分類を計算で出して、で、企業初の論文とみなせるようにした上で、大学に対して産学連携を提案できないか。逆ルートですね。こっちは大学から企業への提案のルート。こっちは今度は企業から大学への提案のルート。多分これもできるの違うか。というので、アルカノに今、挑戦をしているところです。まあ、これが完了すれば、先ほど申し上げましたように、両方向の産学連携、これが、戦略的に多分できるようになるんじゃないのかなというふうに思ってます。